強い日差しが照りつけていてうだるような暑さです。ここでじっとしているだけでも汗が出てきます。今日も香川県綾川町の滝の宮で 36.7 度、岡山市北区で37度と暑い1日となりました。そんな暑い夏にぴったりの食べ物がところてんです。坂出市西の省庁にある創業およそ250年の清水屋では、国産の天草を使い昔ながらの製法で作っています。1年のうち7月8月が売り上げの半分を占めているそうです。そして今年は3年ぶりに新しい味が加わりました。こちらは柚子ポン酢味のところてんです。ではいただきます。さっぱりしてて喉越しがすごくいいです。こう柚子の風味が口の中にふわっと広がって、暑い夏にはぴったりの爽やかさです。こちらは幸せアイスあんみつです。抹茶を練り込んだところてんにあんこやおいり、そして抹茶アイスなどがトッピングされています。コロナ秋より徐々に増えてきてもらってるんで嬉しいです。ズポン酢というのが塩分もしっかり入っておりますので、食べて熱中症対策をしていただきたくて作りました。